リンディは、タンザニアの都市。人口4万1549人。タンザニア南部海岸に位置し、リンディ州の州都である。リンディ湾の奥に位置し、インド洋に面する。ダルエスサラームからは南に 450km、ムトアラからは北に 105km 離れている。リンディの町リンディは、ルクレディ川の河口にあり、沿岸漁業用の設備や沿岸航路用の 旅客設備はあるものの、推進がある、林理地方では、最多の朝の栽培が盛んである。林理の町の北 25km の地点に、林理滑走路がある。雨季には、頻繁に道路交通が切断されるため、雨季の安定的な交通手段は空路、または回路に限られる。これを改善するために、北のダルエスサラームから通じる道路の改良が、行われている。林理からは、 古い舗装道路が南のミキン金谷を通って、ムトアラまで伸びている。リンリは古い交易都市であり、北のモガディシュからモンバサ、マリンリ、ザンジバル、キルワから南のソファラまで点々と連なるアラブ人の交易都市の一つとして繁栄し、スワヒリ都市の一つとなっていた。19世紀初めにはオマーン王国のサイードサイードの支配下に入り、彼が拠点を置いた。 ザンジバルやマスカットなどと交易を行っていた。リンディの主要交易品は奴隷であり、リンディから発した奴隷貿易ルートは内陸奥深くのマーラウイコやタンガニーカ南部に伸び、ヤオ人、マクア人やアラブ人などのキャラバンによって集められた奴隷がアメリカをはじめ世界各地へと送られていった。1906年の地図。赤い線は航路であり、 沿岸航路の拠点となっていたことがわかる19世紀後半には、ドイツの勢力が浸透し始めるが、これを嫌った主張が起こしたアブシリの反乱によって1888年に一時、倫理は制圧されたものの、やがてドイツ軍が再占領し、1890年にはドイツ領東アフリカの一部となった。この時代には、タンガニーカ南部の林理地方の主婦となり、人口は四千人を数え、 郵便や電信が整備され、税関も置かれた。また、ドイツ軍の中屯地も置かれ、ドイツ東アフリカ海運会社の定期船も入港していた。サイザルアサやカシューナッツなどの輸出産品の開発が行われたのも、この頃である。1905年には、内陸部でまじまじ反乱が起き、リンディ州内陸部の宣教師たちがリンディへと逃れた。第一次世界大戦によって、 ドイツが破れると、リンディは移民等治療タンガニーカの一部として、イギリスの支配下に入った。しかし、リンディ港は、水深が浅く大型外洋船の入港ができないため、1947年に、タンガニーカ落下生計画によって 100km ほど、南に、ムトアラの港が開港すると、タンガニーカ南部の主要貿易港は、ムトアラへと移り、リンディの重要性は大きく低下した。 リンディのメインストリートにある商店見学生寮、リンディの町の企業の大部分はアラブ人かインド人が握っている。町には小学校、中学校、市場、バスターミナル、郵便局、いくつかの銀行、週に便定期便のある滑走路などがある。町の住民の大部分はスワヒリで、ほぼ全員がイスラム教徒であり、周辺の農業や沿岸漁業に従事している。 倫理には第一次産業を除いて産業らしきものはほとんどなく就業機会は限られている。唯一の例外はこの町にある製材所で多くの住民を雇用している。海岸から無タ打の丘に向けての急坂からは倫理湾が見渡せるため植民地時代には植民者たちの住宅街となっていた。ありがとうございます。